おお、来たな。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。こんにちは、ベル様。あの、春姫は困ってしまいます。ベル様、そのようなことをされますと。まだ早いです。ベル様、そのようなことをされますと。しちゃいませんね。一体レナ様の思い人はどちらに？っていうか情報が少なすぎるだろう。さすがに。そうでございますね。レナ様からは外見に関わる特徴は何も。ねえ、見つかった？見つかるわけないだろ。こっちは何の情報もないってのに。あんなに説明したのに。あんなのは説明したうちに入らない。ウェアウルフってくらいしか情報がないじゃないか。はい。あとレナ様の説明では、男前で強くてでも優しくて容赦ないということくらいで。ほら、十分じゃん。レナちゃんできる子？できないよ。全然できない子だよ。それじゃわかるか。ですから、せめて外見的なものを。世界一かっこいいウェアウルフ。それで絞ったつもりか。神様のくせに分からずよ。絶対に僕が神であることと関係ないからな。レナ様、せめてもう少し詳しく。例えばその方の印象とか。第一印象ってことは出会いの話知りたいの？しょうがないな。もう聞かずとも、また変な方向に行く気がひしひしと。とりあえず聞きましょう。えへへへへ。あの時のことは忘れられないよ。出会ったのもこのメレンだったんだ。神様の言うロマンチックで、運命的な出会い。ロマンチック？どのような出会いだったのですか？私のお腹にね、すごくいい拳を叩き込まれたの。それも私を取りに来るような容赦ないパンチ。神様の言う本気の腹パンってやつ。殴られた瞬間、体中に電撃が走ったの。もうバリバリバリって、本当の電気が。その時に思ったんだ。これ妊娠しちゃったって。おぞましい。そんな出会いだったら当然好きになっちゃうでしょ。あ、超かっこいいウェアウルフさんだ。はじめまして。ガチンコのマジパンチ。ゴホー。お前はもう妊娠している。あ、好き。結婚して。愛してる。
ね、わかるでしょ？最高にロマンチックだよね。全然わからない。見どもうとはいい度胸だ。作戦は始まっている。我が工夫を受けよ。無礼であろう。無念さえ。これは浴衣ではありません。喜劇こっち。無礼であろう。武器を壊さないように。バカンスを楽しもうじゃないか。かく、ご無事で隠すため。この手なら見ないでください。大きくなれ。涼みましょう。泳ぎましょう。やりましたね。